とうとうここまで勝ち抜いてきたぞ。次は最終予選だ。お前たち準備はできているか？うん、リョーナさん、このお菓子美味しいですね。そうだね、紫ちゃん、二人で一緒に食べると美味しさ倍増だね。何なんだこの気まずい空気は。紫、さっきからリョーナとばかり話をしてるな。どうして僕を無視するんだ？僕に何か悪い部分があるなら謝る。だけど理由もわからないままじゃ謝りようもない。欲しいものメモ。なんだそれは。まだしらばっくれている。そんなお姉ちゃんとは話したくない。リョーナ、みんなに謝罪の言葉はないの？勝手に一人でどこかに行っちゃってさ。みんな心配かけてごめんね。カジのことも本当にごめんなさい。やけに素直じゃない。最初からそうしてればよかったのよ。じゃあほら、お尻出しなさいよ。ご褒美にお仕置きしてあげるから。どうしてお仕置きするの？リョーナちゃん悪いことしてないのに。え？あんた何を言ってるのよ。リョーナちゃん今紫ちゃんと遊んでるから、ちょっと放っておいてくれる？勝手にしなさい。こっちだってその方がせいせいするわよ。まずいな、こんな時こそリーダーとして私が何とかせねば。さあ僕が相手だ。お尻を叩かなくていいのね。後でしてって言ってもしてあげないわよ。そんなにリョーナちゃんのお尻が叩きたいの？ならお願いしたら考えてあげる。お尻叩かせてください。ワンワンって。そんなこと言うわけないじゃない、このバカ犬が。ダメ、リョービちゃんの罵倒なんて強くないんだから。紫、まだ話はしてくれないのか？当たり前じゃねえか。もっと紫の気持ちを考えてやれよな、デコメガジン。ベベタンは邪魔をするな。僕と紫の問題に入り込むんじゃない。もっとサービスカット。紫、何を怒っているのか原因だけでも教えてくれ。フリフリのついた洋服。なんだそれが欲しいのか？なら今度の誕生日にプレゼントしてあげても。いらない。どういうことなのさ。バカ犬、ブタリョーナ、ド M の変態プリマ娘。私が住む世界とはあまりにも違いますね。あれ、僕たち勝ったの？気づいたら試合が終わってたね。勝てばいいというものではないのだが。みやびの攻めの勝利だ。
イムと紫、いい加減にしろ。リョウビとリョウナ、お前たちもだ。姉妹といえどもいろいろと思うことはあるだろう。だから喧嘩をするなとは言わん。だが戦いに私情を持ち込むのはやめろ。忍びは常に冷静に静かな水面のような気持ちで戦わねばならんのだ。忘れたのか。感情に飲まれたまま戦って以前の私たちはどうなった。傷だらけで目覚めた病室で二度とあんなことは繰り返さないと心に誓ったのを忘れたのか。そうだね、ごめん。みやび悪かったわ。みやびの言う通りよ。よし、それなら腹を割って話し合ってみんなで仲直りだ。はい。お姉ちゃんの H メガネ。この声は紫？ H メガネって。リョーナちゃんのバカ、嘆きの貧乳スナイパー。今の声はリョーナ。違うの、リョウビちゃん。これはその会場中に妹への悪口を響かせて何が面白いわけ。お姉ちゃん、そんなせっかく仲直りできると思ったのに。さて、いよいよ準決勝となったわけだが。ごめん、みやび。試合が始まるまで向こうに行ってるよ。リョウビも。どうしよう、なんでこんなことに。あんな声さえなければ仲直りできたはずなのに。話を聞いた限りだと犯人は PBS の運営側の人間だな。問題はなぜ私たちを仲違いさせようとしているかだが、鈴音先生の言う通りならば優勝することによって真相がわかるはずだ。でもこんな状態で優勝できるかな。イライラした感情を相手にぶつけることでもしかしたら逆に戦いを優位に進められる可能性もあるが、前にも言った通り忍びとしてそんな形で優勝しても意味がない。全員一丸となって戦って勝つ、それが蛇女の勝利なのだ。蛇女の皆さん、次の試合はよろしくお願いします。次の相手はお前たちか。参ったな、生半可では勝てぬ相手だ。あら、リョウビさんとイムさんはどちらに。それはですね、今野暮用でいないだけだ。お前たちが気にすることじゃない。我の面を貸してやってもいいぞ、みやび。どういうことだ。動揺が顔に現れているということだ。とても残念に思います。できることならベストの皆さんと戦いたかったですが。いらぬ心配をするな、私たちはいつでもベストの状態だ。そうですか、では試合を楽しみにしています。態度に余裕が感じられるな、かなり自信があるということか。みやびさん、ごめんなさい。私たちがあんなことをしなければ。どうしよう、リョーナちゃんたちが仲の悪いままじゃ勝てないかも。心配はするな、お前たちの分まで私が戦えばいい話だ。え？長い間無理をするわけではない。お前たちが仲直りしたら今度はその分休ませてもらうさ。みやびさん、さあ行くぞ。何も恐れることはない。蛇女の誇りがある限り私たちは負けはしない。さあ
始めようか。です。スプレッシュ5 4 3 2 1、 Here we go。 さあかかってこい。私は相手になってやる。みやびさんが一人で矢面に。これはどういう作戦なのですか。さあな。だが今の私をいつもの私と思うなよ。なんなの、すごい気迫だよ。嘘、こんなのまるで特攻だよ。私が倒れてもまだ仲間がいる。これをただの特攻覚悟するがいい。みなさん、なんとか勝てはしたが。みやび、みやび、ごめんよみやび。僕たちのせいでみやびに無理をさせて。気にすることはない。お前たちが仲直りするまでは私に任せておけばいい。あんた何言ってるのよ。一人でこんなにボロボロになって両美たちが仲直りしなかったらどうする気なの。するさ、必ず。だからなんでそんなことがわかるのよ。わかるさ、私たちは憎しみを超えて仲間になったのだから。みやび、そんな私たちだからこそ憎しみに心が奪われることはない。紫、あっちでゆっくり話せないかな。お姉ちゃん、私ちゃんと話がしたい。どうやらこれ以上は無理しなくてよさそうだな。ならば少しだけ休ませてもらうとするか。